お姉さんお姉さん、ちょっとオイラと遊ばない？何よ、汚い格好して貧乏人が私に話しかけないで。そうかいそうかい。さっきはひどい対応してごめんなさいね。一緒にドライブでも。人を金持ちか貧乏かで判断する女性なんてこっちからお断りさ。グッバイ。車ってかっこいいな。行け、必殺技で爆走だぜ。よっしゃー。ユート、何してんの？これはエースレーサーって言って新感覚のモバイルレースゲームだよ。楽しそう。行け、必殺技エアクルージング。よし、超爽快。決めた、俺はカーレーサーになってかっこいい車を運転する。お願いします。ダメ、未成年に車の運転はできないから。帰れ帰れ。でも筆記試験は満点取れました。筆記と実技は別だ。とにかく未成年に免許をあげられ。ダメか。やっぱり子供に車の運転は不可能なのか。あ、ごめんなさい。ラジコン。そうだ、ラジコンなら操縦できる。ごめんなさい、返してもらっても。痛っ痛っ、足骨折しちゃった。慰謝料をもらわないと。痛慰謝料。まあこのラジコンくれたらチャラにしてあげてもいいけどね。あげます。ひゃっほーい。甘えん坊だな。できた。お前の名前はエクスカリバーだ。え、遅刻だ。どうしよう、どうしよう。そうだ。ん、ヤネスケ今日は遅刻か。遅れました、ヤネスケです。ラジコンです。全国大会レベルが高いな。どうだ。甘いな。リチアルスキー。続いて第2レース。おら、行け先陣。リチホンジュリー。続いて第3レース。行け、フジン。リチ、ルート。ただいまより決勝戦を行います。レーサーはヤネスケ、コンジュリ、ルート。誰が勝っても恨みっこなしだ。もちろん。当たり前だろ。決勝戦は特別ルールにより、皆さんには車の中に入ってもらいます。
しづらい。さすが命令者レースケ、障害物をひらりひらりと壊していく。必殺デアキレージング。そんなのありかよ。おっと、必殺技を使用してユウトとヤネスケの差が大きく開いた。飛べない車とのガラクタだ。あ、くそ、くそ、くそ。コンジュリは障害物に苦戦しているのよ。よし、見えた。あー、もう散るって。あのボイルだ。ほら、どきやがれ。調査を見極めるんだ。レースも終盤、これはコンジュリとユウトの一位争いか。今だ、必殺トリプルスラスト。ヤネスケ、ここで必殺技をしよう。後方から追い上げてくれ。無駄だ、この差は埋められない。まだだ。ヤネスケ、さらにスピードを上げてきた。行くぞ、行くスカイマー。行け。やるじゃねえか。それじゃあヤネスケ、約束通り賞金の1000万円を贈呈する。ありがとうございます。君たちを無免許運転の罪で逮捕する。はぁ、なんてことだ。それじゃあ仕方ないから賞金は先生がもらっておくよ。ということで、今回はモバイルレースゲームエースレーサーとのタイアップ動画でした。コンジュリが使っていたのは先陣という車両で、必殺技はハードボイルド。これはスピードが上がるだけじゃなくて、相手車両に当たるとクラッシュさせることもできるよ。俺が使ってた車両はエクスカリバーという車両で、必殺技はトリプルスラスト。これは3段階のスピードアップができる超強い必殺技だよ。また今ダウンロードしてアカウント登録をしてくれた方には、風神ポルシェ911の車両をゲットできる特典や、ロケットボックス塗装のスペースドリーマー車両も購入できるよ。さらにエースレーサーでは公認実況者を募集していて、誰でも参加が可能だよ。 YouTube で実況動画を投稿すると賞金やゲーム内アイテムがゲットできるかもしれないから、みんなぜひ参加してみてね。またリミテッドガチャでエクスカリバーをゲットできるかも。詳しくは概要欄に記載されてあるから、みんなぜひチェックしてね。チャ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 ンネル登録、チャンネル登録、チャンネル登録よろしく。チャンネル登録、チャンネル登録、チャンネル登録よろしく。最初はグー、じゃんけんパー。またねー。